アマレスニュース。アマレス兄弟のアマレス太郎です。本日は2024年4月11日から開催されますレスリングアジア選手権の出場選手をご紹介します。男子グレコ55キログラム級が岡村影虎選手、はいはい、割と新しい名前といいますか、新世代ですね、出てきて、はい、岡村選手があの大本命の大西タイガー選手を倒しての優勝なんで、早稲田の大西ですね、はい、僕は大西が優勝すると思ってました。まあ当初みんな思ってたと思うんですけど、はい、そこを覆しての、はい、すごい試合だったんですけど、ちょっと楽しみですね。アジアでどう活躍するか、はい、で、こう60キロ目は稲葉海斗選手、はい、稲葉選手も63行ったり60行ったりですね。まあそれはね、今回上の階級に出る鈴木彩と一緒ですね、はい、はい、もう大会によってちょっとずれていくっていうね、変えて、はい、で川野選手という大本命倒して、はい、稲葉選手もですね、やっぱ伸びしろ多いですね、はい、で63キロ目級が鈴木彩太選手、はい、はい、こちらも布施さんがまあ、ちょっと取材もしてるですね、はい、そもそも鈴木彩太選手は60で、うん、はい、あの文田健一郎の練習パートナーで実戦ではライバルとして必ず、ね、うん、決勝に上がって、うん、ね、文田健一郎にアタックするっていう立場でいて、はい、そうすね、まあ、残念ながら東京に続いてパリも届かなかったんですけども、はい、その中去年の秋のね、4年に一度のアジア大会では、はい、あの日本代表として出場してメダル取ってきましたからね。そうですね、決勝まで行って、はいはい、やっぱ強いし、強いですね。でこの63キロ級でもやっぱ強かったですね、はいはい、もちろん優勝を決めてるんで、はい、やっぱ実力はもう去年もメダル取ってますね、鈴木彩太は。そうですよね、はい、はい、ぜひ今年は今回は金メダル狙ってほしいですね。そうですね、はい、金を取って、はい、楽しみな選手ですね。で67キログラム級が矢部陽人選手、はい、はい、あ、矢部選手もアンダー23でメダル獲得して、海外でも矢部選手も活躍してるんで、はい、この大会でも、まあ、メダルを、これからの世代ですからね。そうですね、はい、全然メダルも期待できると思うので楽しみですけども、まあ、67はね、うん、あのいい選手たくさんいますからね。そうですね、国内でも強い選手多いので、はい、でもここでアジア選手権出てるわけなんで、ね、ちょっと存在感を、はい、見せてほしいと思いますけども。で72キログラム級が原田慎吾選手、はいはい、原田選手はもう国内でもう鉄人の井上智選手を倒して、はい、引退試合を最後務めた選手でもあるので、ソネットですね、ソネットです、はい、ちょっと育英大学の全日本選手権優勝者第1号で、そっか、はい、はい、まあ、本人曰く育英大は女子だけでないってことを僕が証明していくっていう。あ、なるほど、はい、でも証明してますから。してますね、はい、で今回も結果出して、うん、もうこの後は五輪階級を狙ってほしいですけどね。そうですね、はい、はい、原田選手応援したいと思います、はいはい、続いて77キログラム級が日下直選手、はい、はい、もう日下選手もパリ代表を勝ち取った選手ですけども、ね、ここでアジアに出ると、はいはい、まあ、練習経験積みたいんでしょうね。なるほど、はい、ですよね、はいはい、去年もドイツ行ったり結構いろんなとこ行ってましたね、遠征で。そうですね、はい、そこでちゃんとメダルも取って、はいはい、この選手は四国なんですよね、うどん香川で、そうです、うどんとみかんのアピール PR がすごいですね、はい、まあ、観光大使狙ってるんじゃないかって自分からアピールしてますね、はい、明るくてすごくね、あの接しやすい選手ですけどね。あ、ですね、はい、この間あの僕がマスターズ大会に出たんですけど、はい、そこで初めて、はい、あのお会いして、はい、ご挨拶させていただいて、すごいやっぱ感じのいい選手で、はい、物腰やばいですよね。そうですね、はい、お話しやすいですし、あのアマレス兄弟のあのテレビに出たネタを、はい、あのインスタのストーリーとかに上げてくれたり、狙ってますね。ね、あ、次回あ、そうか、いや喋ってみたいです、はい、戦いだけじゃなく、はい、そういうなんか内面的な部分、魅力的な、ね、いや本当にレスリングの PR 大使としてもね、うん、そうですね、はい、今後頑張ってほしいですよね。ちょっとやってほしいですね、今は、はい、で82キログラム級が吉田泰造選手、はい、吉田選手が高校生に先日の天皇杯に2位という、はい、あの時も途中から、うん、なんか怪物が出てきたぞって空気になりましたからね。そうですね、はい、なんかもうちょっと優勝してほしいなとも思うぐらい、うん、優勝すると思ったんですけどね。そうですね、はい、惜しかったんですけど、まあでも2位ということですごいですね、シニアの大会で高校生でしょ、はい、しかもこの80重量級ですからね、はい、いや怪物が出てきましたね、うん、吉田選手も四国の香川ということで、はい、高松高校で、はい、
だから草加選手に続いて、やっぱ四国が今、はい、いや、やばいですね。なんか四国から、はい、桜井つぐみもいればね、そうですね、清川幸太郎もいれば、はい、なんか暑いというか、暑いです、四国のレスリング。そっから出る選手多いんですね。いや、でもね、日体大に今監督やってらっしゃいます松本慎吾監督も愛媛なんですよ、ね、はい、あ、愛媛なんですか、はい、松本慎吾さんもすごいですからね。いや、太もも見たらまだ全然現役の人ですけどねなんか、ね、見ましたけど SNS で現役選手をもう持ち上げてスラムしてましたからね。いやーね、負けもんですよね。パウンド・フォー・パウンド最強説ありますから、ね、今でも、はい、はい、まあ、そう、だから四国熱いと、四国熱いですね、どんどん出てきてるというか、はい、楽しみ新現地ですね。ですね、はい、最近では特に。で、87キログラム級が角正人選手、はい、角選手ももちろんパリを目指してる選手だったんで、はい、まあ、アジアで頑張ってほしいですね。ですね、本当に、うん、もう息が長いね、ベテランの選手で、そうですね、ずっと国際大会も出てますからね、はい、はい、期待してます。はい、97キログラム級が、天野正幸選手、はい、はい、天野選手も大ベテランですね、はい、中大の職員やってる方です、ね、あ、もう職員、はい、で17年連続全日本選手権出てるっていうなんかもう記録も17年って長嶋茂雄のあ あれですよ、現役の年数と同じですよ。あ、じゃあその間現役レスリングだって、その間現役レスリング、もう頭下がりますね。ですね、はい、しかも第一線でしょ。そうですよ、アジア出るんですから、うん、頭下がりますね。仕事忙しい時にね、練習時間のやりくり大変っぽいですけどね。ああ、やっぱ大変ですよね、はい、いや、しかもこの間僕が出たマスターズ大会に出てましたよ、天野出て優勝してるんですよ、しかもアジア選手権に出る実力でマスターズ出るのはちょっと反則、はい、いや、そう、反則ですよ、本当に僕みたいな人も出てるわけですから、はい、それとそのアジアに出るような人がっていうなるんで、同じ階級だったら下手したらいじめになりますね。す, すごいですね、選手層の厚さが、厚さがマスターズも、マスターズすごいですよ。下は僕で、はい、上はもうアジア選手権代表選手とか、いや本当に面白い、まあ、35歳以上が出れるんで、はい、そういうベテラン選手も出てきちゃうんで、天野さん侮れないですね130キログラム級が小林啓太選手、はい、はい、ちょっとこの階級でやっぱ勝つってなかなか難しいと思うんで、難しいですね、世界相手にどう勝つ攻略していくかっていう、はい、そういう部分でも、まあね、うん、残念ながら出れませんでしたけど、はい、東京まではね、園田新太って素晴らしい人がいましたからね。そうですね、はい、はい、狙いた逸材がいたんで、そうですね、はい、園田選手なんか引退されたみたいですね。引退されて、はい、地元の方戻りまして、うん、一回会いたいんですけどね、はい、はい、すごいナイス会だったんで、うん、はい、なんかやっぱ園田さんもそこが心残りって言ってましたね、はい、その海外どう勝っていくかが、それをやっぱ見つけたいというか答えを、でもそのね、うん、その他の意思を引き継いで頑張ってほしい、うん、そうですね、はい、それをやっぱ期待したいと、はい、はい、思います。以上で、はい、選手こんだけやっぱ新しい選手も出てきてるんで、いや新世代どんどん出てきてますね、はい、増えてきてるので、はい、やっぱもう全階級全選手に注目してほしいと思います。チェックしてほしいですね、してほしいです、パリだけじゃなくてね、はい、皆さん期待してください。ありがとうございました。